ユーフォルビアトリガンナはガボンからマラウイにかけて分布する多年生植物である。園芸名はサイウンカク。種小名のトリガンナはラテン語で三角形ののい。直立し三つあるいは四つに分かれた茎を持つ。茎自身は新緑色であり、V 型の薄緑色の模様がある。茎の流線には約5ミリメートルの長い棘が二つ一組の体である。 水滴系の葉は、それぞれの流線状の二つの棘の間から成長する。この植物は、花が咲かないことで知られており、交雑種の可能性がある。多くの他の灯台草属の種と同様に、この植物の乳液は有毒であり、皮膚炎を引き起こす。再運角は摂取3度までの低温に耐えることができる。砂地を好むが、水はけが良ければ、 ほとんどの種類の土壌に耐えることができる。茎を切った後、植え付けの前に腐らせずカルスを形成できるように、3から7日間乾燥させれば、茎差しから非常に容易に根を下ろす。高さは1.5から3メートルに成長する。害虫はつかない。問題は、根が浅く小さいため、大きく育った時に倒れに弱い点である。多肉化する東大草属植物という条件に当てはまる。 タメワシントン条約付属書2の適用対象となるが、人工的に繁殖させた栽培品種の標本であれば、条約の条項の対象とならない。人間により栽培されたものだけが知られており、観葉植物として一般的に使われる。ガボンでは儀式用の植物や生け垣として使われている。ありがとうございます。